こんにちは、ブルーフォースです。ということでね、やっていきましょうか。バンジョーが次の大冒険、まあサクサクっていけばね、最終回一歩手前くらいっていう感じでね、プレイしていきたいなっていうふうに思うんですけど、果たしてそううまくいくのかって。何せ相手はあのひねくれ者のグランチュルダですからね。いくら私がひねくれ者と言ってもね、その5倍はひねくれてったんだ。もうねじれすぎてなんか元に戻っちゃいましたくらいの勢いだから。危ない、ゴリラ、ゴリ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 のシガウ。オッケーいしょ、テケ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 。もうすぐわしはスマホになる。みんなにいじられて体がこしょばい。だられ、よっしゃ行こう。死に見つかる前に、めっちゃ見つかってる。危ない、よいしょと。あっつ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 。試してみるべきだったかもしれないね。チューティーを踏み絵にすることなど私にはできません。あ、しかしまあなんだろうな、これなんでクイズにしたんだろうな。普通対決したらよかったのに。ようこそ皆さん、グランチルダのクイズショーの時間じゃ。本日のチャレンジャーはバンジョーとカズイ。多くの罠やトリックをクリアされ、ここまでたどり着かれてしまったのじゃ。しかしここでは、わしが勝つ。万丈は破れ、わしは美しく。一応商品は用意した。動いてるし。ユーティーやぬいぐるみ、どれも素敵。だけどお前はクイズに破れ、キューティーのところまでたどり着けない。悩み苦しむその姿で、わしは最高にご機嫌に。最後にお前はマグマの中、最後に商品はわしの手の中。それでもう挑むならさあ、万丈パネルに乗って A ボタンを。よいしょ。プリ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 。あれ、落ちない？落ちるじゃん！マジか！また戻ったか、クマとトリ。それではもう一度マグマのお風呂にご招待。いやー、チューティーもびっくりだろうね。こっちこっちの森に住むマンボジャンボ、あいつのマジックはなんじゃった。地に変身、そもそもディスに変身しないし。一応オーケー、ラッキーだー。どうしようかな、どっちから行くの。最短ルートで行きたいけどな。よし、わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。だよね、分かんなかった、シンプルに。次のカメラを見るがいい。これには誰が映ってる。リア充一発かもしれなかった。ドブナッツル。ああ、またこういうさ、こうなんか地味にこう名前をかぶせてくるんだよな。オッケー。どうしよう、普通にじゃあこっち行ってみようか。はい、わしの子供の頃のペットは何か知ってるか。イボイノシシですね。イボイボイノシシか、イボイノシシじゃなくてイボイボイノシシか。どんなあちこちな森の大きな花、お前は何を地面に巻いた。うんちうんちうんち、爆弾はやばい。ほっぱみじんになってる。あー、ここから取らない。よし、いい、 OK。あ、なんかグランチュールの説明ちょっと聞いてあげた方がいいのかな。どうせ時間がなくなるが、どんどんクマを刺してやれ。
とも動かなかったんですけど。おい、わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。なんか僕、あのなんかすっげえやらしい問題ばっか出してやがんな。ポン、楽勝ですね。で、マットナイトマンションのチャペルに住んでいたお化けの手。手って言ってくれるし、ありがとうね。バッハンド、シューハンド、モーツハンド。いい、あ、モーツァルトって言ってるんだね。サウンドクイズだ、耳を。よし。お化け系かなと思ったけど、お前自分の部下をバカって言うなよ。豚小屋だろ。なんか選択肢を見るまでもなかったわ。見たようなところだから、ね、あの体型が。ダークスのクジラーのお腹、お前がくぐったリングの数は？え？え？おっ、簡単でしたね。なんかあの洞窟の海の底、泡を出す魚はバブルスです。ちょうだいちょうだい。神さん、耳の戸のキッチンで冷蔵庫の棚にあったのは卵ですね、はい、イエス。ジョーカー取れて嬉しいか。パネルを一つパスできる。大体なら B。 そんなインチキ使う。えっ、どうでしょうか。どうしようかな。今日の弱虫め、わしが一番好きな色を知ってるか。パープル。小屋し色ですね、はい。もうそろそろ、なんでそんなこと知ってんねんって突っ込んでこなくなったかな。そこにピラミッドはいくつあった？ピラミッド。あ、だよね。グエ。アンババウンテンの問題じゃ。ゴリラの名前覚えてるか？チンピ。チンピ。いい。わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。あーはーはーの髪の毛あります、ね、えい、写真か。わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。ありがとう、はい、タイプが見えたのが分かりやすかったね。おめえが選択肢になるのかよ。すまない。BGM どこで聞こえたか。海賊王に俺はなる。えい、じゃあジョーカーもう一枚、もう二枚手ね。わしが一番好きな雑誌を知ってるか。デブオババ、おめえのことだ。関東カラーでも飾ってんだろうな。次の変なもののうち、クランカーの洞窟で見かけないものは。ああ、えいっす。よいしょ。マットナイトのマンションの墓場の中出てこないな。どうでしょう。これですね。どうす、どうしよう。3枚全部使っちゃダメだもんな。ああ、なんとなくそんな気がしてたよ。ルールの変更、砂の城を素早く逆さに打ち込めよ。はい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 、同じのダメなのね。はい。おう。えい。えい。おう。あ、
カカ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 しょはい、どう聞いて選ぶのじゃこのバーカな声はいはいはい、はい、分かりやすかったですね。あ、ちょうど3枚だね。ワシリーの写真、はいはいはい、わかったわかった、よし、バシタです。ピルピン、よし、この問題は何だったの。ゴバレー砂漠のスフィンクス、魔法の絨毯は中に何枚。 1,2,3,4 枚だな。じゃあ5枚、間違えた。あ、間違えた、あれですわ、ジグソーを置いてあるところもあったわ。しかも実況で取り忘れてるって言ってね。何の音で、床が岸本ゲシューン。めっちゃレビール、どうかで映したか。なんちゃって、あれ、背中の音符ですね。何が、何側の足がプラン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 してるの。あー、出た、こいつか。この戦いに勝てるかな。制限時間もついてるぞ。ずる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 い、環境を戻すしてやろう。いいどんだけ戻す。ちょーでいいいい、おしまい。オッケー、なんだよ、17秒かよ。ハンデで15秒でやったんだ。あ、15秒で終わってんな。の問題じゃ、ゴリラは何を投げてきた。まあ本来は樽とかね、バナナとかなんだけど、なぜかオレンジなのかな。オッケー、わしが魔女スクールで一番だったのは何かってみろ。あ、尻がでけえこと。まあ海外じゃそれでモテモテになるからね。ちょっと待ってね。あ、じゃあ今体力満タンじゃん。ここはなぜか見えない壁に阻まれる。なんか、あ、他のアクションができなくなった。当てるやつはいないと言ったのに、このボードのメーカーは言ったのに、こんなの何かの間違いだ。わしの願いは届かない。仕方がないけど、商品はわしが逃げたら持っていけ。わしを追いかけるのは諦めな。このカーには返すさ、覚えておきな。あたいはあのブサイクなのがいいわ。おいおい、空気を選んでくれよな、一応。ああ、キューティーのことよ。どう？じゃあ、口、このところで満足はないから、早く帰りましょう。もう十分貢献したから。おめえ捕まってるだけだもん。よし、それじゃあ出発。あー、長かったね。チェックマイディーズビーフォンティーメディアーズにね、まあグランチルダーズね、まあ、いろんなキャラクターのご紹介があるというところでですね、はい、本当にね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。無事ね、クイズグランチルダーぶちのめしたということでね、チャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいでございます。まあところがね、まあ、この動画を最後までご覧いただくと、あれ実は終わってなかったみたいな感じなん
のでまあ仕方がないというところでございますが、まあ仕方がないというところでですね、まあまた倒しな、あの打ちのめしに行かなきゃいけないというところなんで、はい、やっていこうかなというふうに思っております。はい、でですね、まあ次回パートに関してはなんて言うんでしょうね、まあいろいろと、いろんなゲームを僕もやってきたけど、おそらく一番難しいんじゃないかなっていうくらいのボスなんすよね。てかまあ普通にレア車に出てくるボスね、4のしかいねえんだよ。これとこれのパート2、パート2じゃねえ、あのゲームの2、バンジョーカズイダーボケ2と、あともう一個が、あのなんて言って、あいたドンキーコング64に出てくるキングクルールね。まあドンキーコングの場合の出てくるキングクルールにたどり着くまでがまずそもそも大変すぎるっていう、ね、あの大きな大きな壁があるんだけど、実際ね、あの 50% のゴールデンバナナを集めることができりゃなんとかなるっていうことなんだけど、とはいえさ、あのそのその他に必要になってくるサブアイテムがまあむずいのよ、多分ボス戦よりむずいんじゃねえかっていうくらいむずいのね。はい、まあこうやってね、いろいろなあのキャラクターがこうやってご紹介をしていただいているんですが、まあ全部のねキャラをあの紹介し尽くすっていうことはさすがにできてないので、まあこの続きはね、まあ、さらにこの次のパートで紹介する形になるんですよ。まあ理由としてはね、ボス倒した後にまたいろいろと紹介が出てくる。まあまあメインどころのねキャラクターの皆さんがね、こうやって私の元にね、あの顔を出してウフフキャッキャイヒヒしてくれてるって感じなんだけど、でこいつクイズ出てきたね、ありがとう、君のおかげで正解することが出たー。ジグソー1個でお腹が壊れる、情弱じゃねえ、情弱おかしいな、胃袋がまあね弱くて弱くて仕方ないもん。で結局こいつはその恐ろしい牙を使うことなく、あのクマが入ってきたとはいえ、あの優しくね、おきげちょっと二人で出てきてくれって、あの人類を差し出してくれるね、結構優しかったよこいつ。ごめん長えな、あのブツブツっていうのは実際あるのか、ってかフェイウチってヒゲないの、ヒゲがない代わりにあれか毛穴が詰まりすぎて、あんななんかニキビみたいな感じでそばかすみたいになっちゃってるな。おめえ人系な、出た、助けてくれたのにお礼の一つも言わずに、なんか水を取られたらブツブツ文句だけ言ってくれ、俺みたいな、え、あー出た、ルビーとヒューズ、ヒューズ、あったモーツハンド、モーツハンド、まあベートハンドとかだったらなんかね、ベトベトみたいな感じになっちゃうからあれだったけど、え、あ、まあまあ、出た、部下なのにバカ呼ばわりされたかわいそうなやつ、え、後ろで見てるよ、 あいつに睨まれてるからあれなんで、怖くて怖くて起きれませんよーみたいな、そんな感じなのかな。どうぞ、確か2にも出てきたっけ、あくび出ちゃってごめんなさい、うん、え、スノーピックチーズ、こいつはイルカで、あと落ちる、動かせます、画面が急に暗くなっちゃう、これはあれなのかな、普通にイルカな、G な、おめえも出番短えな、エアリン、まあでもよく考えたらさ、当時はさ、なんかすごい感動的な、その成長を見届けて感動的とかだったけど、芋虫壊すだけだもんな、そらくも練習を一緒にしたわけでもなく、おめえ投げの腹立つな、なんかな、このリア充やる、あ、やったやった、帰ろう帰ろう、マジでせ、さあ、班長、入りましょう、上、急いで帰ろう、え、あそこに人間が一匹残っていたわ、ほらよっと、これで OK だろ、まあ、やったら数えた、あれ、パーティーを始めますよ、やっほー、さあ飲むぞ、いいね、バーベキューか、最高だね、もうちょっとしたらバーベキューかな、会社でもね、うちの会社でもやるだろうな、バーベキュー、お花見の季節ですね、パンパン、よく頑張った、クワッと鳥、減っただけ、あれ、うちの魚死ん、全くです、でも私がいろいろとアクションを教えたりして、
ジョーこそがこのゲームのスターなんだよ。ここら辺あれだよ、バンジョーとラブだよな。ねえねえ、みんな、これは何個だってなの？グランチルダー見えたのよ。え、戻っていった。というわけでね、はい、なんかあの1個減ってるんですけれども、まあそのこと気にせずになんとか無事ここまで来れたということで、はい、最後までご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。次回で決着つけられるように頑張りたいと思いますんでね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して最終回応援よろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、やる気満々。